はい、皆さんこんばんは。今日は昨日の続きで、サバ缶のモデリングやっていきます。最初に、こちらに山を2つ作っていきたいと思います。この部分ですね。では早速やっていきたいと思います。まずはトップビューに行って円を描いていきます。見た感じですね。真ん中の円の大きさと同じだと思うので、真ん中と同じ大きさでやっていきます。場所は、多分こんな感じかなと思うんですが、ちょっと下かな。これでミラーコマンドを実行して、反対側にコピーしておきます。このまま、トリムしたいんですが、このサーフェスのシームがここにあると、すごく邪魔ですので、ここのシームを、位置を変更したいと思います。サーフェスを抽出して、閉じたサーフェスのシームを変更というのをやります。これは邪魔にならないように、こちら側に寄せておきます。では、これとこれは結合しておきましょう。では、先ほど書いたこちらのスケッチを使って取り分したいと思います。ああ、できないんだな。じゃあ、ガンボールで移動して、サーフェスを押し出します。今のサーフェスの押し出しは、ガンボールで移動させて、コントロールキーを押せば、サーフェスを押し出すことができます。では、トリムコマンドを、やって、トリムします。では、こちらに山を、作りたいと思います。フロントビューからやっていきましょうか。と思ったんですが、結構見づらいので、このパースのビューでちょっとやっていきます。このように、線を1本書きます。それから、リビルドコマンドで、制御点を増やして、山を作りたいと思います。では、そうですね。半分にトリムしましょで、回転させます。ちょっと今悩んでるのはこんなに山が、飛び出ているものなのかどうなのかというところです。ちょっと出過ぎているような気がするので、少し下げたいと思います。下げすぎかな。多分こんなもんですね。ミラーコマンドで反対側にコピーしておきます。
では、結合してしまいましょう。それから、フィレットエッジで、フィレットをかけます。では、次は、下側の、段落ちを表現したいと思います。下側の段落ちは、上のこのラインと同じ形でいきたいと思います。下は、ドリームはちょっとサーフェスを押し出して確実にやりたいと思うので、サーフェスを押し出してからドリームします。こちらを0.5上に上げます。次に、ロフトでつないでみましょうか。できました。では、ここはつないでいいんだっけ？で、このラベルはちょっと隠しておきます。で、下を結合します。このレイヤーは意味があるのかな？ないな。これで大体できたんですが、あとはちょっとフィレットをかけて終わりにしようと思います。フィレットをかけるときは、かけた後に、オブジェクトを選択して、タイプを見ておきましょう。ここがちゃんと閉じたポリサーフェスになっていることを確認します。たまにフィレットをかけると、開いてしまうことがあるので、そういった時はフィレットをやり直します。あとは真ん中ですかね。真ん中もやっていきます。これで大体できたと思います。ラベルを表示しましょう。あら。ラベルはこっちか。どうしようかな。まあいいか。ところは一緒にしてもいいような気もするな。まあいいか。グループで。こう、ブーリアン演算で、あ、ブーリアンで、くっつけてしまった後で編集するのが面倒なので、別に完全に合成する必要もないし、ただ、オブジェクトにくっついててほしいという場合は、私の場合は、グループ化を使います。こうすれば、一緒にくっついてきてくれるので。そういった、ことをするのを、おすすめします。では、これで一応、サバ缶のモデリングは完成です。まだちょっとこの辺が違和感あるんですが、まあ、遠くから見ればそんなわからないかなと。では、これで、パート4に渡ってやってきたこのサバ缶のモデリングは終了としたいと思います。